Bluetooth ステレオヘッドセット TT-BH03 ニアバイダイレクト株式会社からいただきました。これ Bluetooth 対応のヘッドセット。ヘッドセットって何？イヤホンとマイクがセットになったものです。収納に便利なポーチがついてますね。こんな形です。右側にコントロール機能があります。メインのプッシュボタン、ボリューム調整と曲送り。このボリューム調整、この内部的なボリューム調整みたいですね。スマホの方のボリュームが動くわけじゃないですね。こんな感じでかけますね。このヘッドセット、ネックバンド式ですね。だから髪型乱れることがなくていいですね。かけ心地もソフトです。電源はメインのボタンを長押しですね。これでスマホとリンクしました。リンクした状態で短く押すと音楽は始まりますね。もう一回押すと止まります。手軽ですね。これは iPhone をポケットに入れた状態、この状態でヘッドセットをつけて長押しで電源を入れる。そしてペアリングされたら一回押す。あ、今音楽流れてます。スマホに触れずにヘッドセットだけで音楽を聴いたり止めたりできます。この機能、通勤などの列車の中で便利ですね。いちいちパネルの操作とかできない場合あります。釣り革に捕まった状態でもこれで音楽は再生されます。曲送りもできますね。ただこの操作、ある程度覚えておく必要がありますね。ボリューム調整と曲送り、この位置慣れといてください。まあ失敗しても大したことないですけどね。あとはハンズフリー機能もありますね。電話がかかってきたらボタンも押す、着信できますね。かけ心地すごくソフトですので家でも使えると思いますね。仕事でハンズフリーの電話をよく取る、そういう人もいいですね。本格的なオーディオ用のヘッドホンと比べるとまあそれなりという音質ですね。でもこの手軽さはいいです。しまう時もこの状態でポーチに入れればいいですね。一切コード類がないのがいいですね。持ち運びの時ケーブル類って絡まるんですよ。それがこれにはないです。装着も簡単、これだけですね。激しく振っても取れないですね。あ、ちょっと頭クラッときました。日常生活でストレスなしに手軽に使えるヘッドセット TT-BH03 でした。